それでは今から、コーパスと教育合意表と題しまして、自然言語処理研究室学部3年勝田明宏が発表します。まずコーパスについてちょっと定義を説明します。講義的に用いる場合は、研究目的で使用される言語資料の修正、いわゆる言語データベースというふうになもので、競技で用いる場合は以下の要件などが含まれるものが含意されます。代表性や大規模性、電子性というものを含んだものをコーパスという場合もあります。そして代表性というのが、コーパスが何らかの言語もしくはその編集を代表していること。例で言うと、日本語コーパス、書き言葉コーパス、新聞コーパスなどはそれぞれ、日本語コーパスが日本語を集めたもので、書き言葉コーパスは書き言葉だけを集めたもので、新聞コーパスは新聞の中の文字を集めたコーパスになります。そしてその多くのコーパスが元となる言語に含まれる多様なデータをできるだけ均衡的に収集することを目指しており、そうしたコーパスを特に均衡コーパスと呼ぶこともあります。そして次に大規模性ですが、コーパスが一定量のデータを保持していることを表しています。コーパスがのデータが大きくなれば、その分、低頻度の言葉や文法項目などもそのコーパスの中に含まれ、より信頼性の高い分析をすることなどができるというふうに言われています。で、電子性についてですが、これはコーパスが電子的、つまりはコンピューター上で処理できる形で保存されているということです。大規模データ量のコーパスを手作業で調査することはほぼ不可能ということで、効率的に調査や分析の処理を行うには電子化されていることが重要です。はい。で、コーパスは先ほどの、大規模性でも言ったように、信頼性の高い分析をしようとすると、データがその分データを多く必要とするので、そういう意味では電子性というのはかなり重要だと私は思います。そしてコーパスの利用ですが、大体コーパスではこのようなことを調べることができます。まず表現の一般性を調べる、そして類似表現の違いを調べる、または表現と場合の対応を調べるといったことです。で、一般性というのが、歌うと歌うっていうのは、これ今漢字が違っており、意味も微妙に違うのですが、一般的に使われ方としてはそこまで違いはないというので、それをコーパスの中で頻度などを調べることで、どちらが一般的に使われる漢字であるかなどを調べることができます。で、類似表現では、状況と状態という言葉も意味としては近いものとして使われることがあるのですが、その状況とか状態の前後の言葉などを調べることによって、その意味の若干の違いなどを調べ、それによって使い分けるといったこと、使い分けの仕方などを調べることができます。また、そして最後の表現の場合の対応というのは、例えば義務を表す表現では、なければならない、ないといけない、なくてはならないなどが、義務の表し方としてあるのですが、それぞれがどういった場面でよく使われているのかなどをコーパスを分析によって調べることもできます。例えば、書き言葉などでは、なければならないがよく使われるとか、そういう感じで、頻度によって、その場合による頻度によってどれがよく使われているかなどが調べることができます。そして、
語彙表についてですが、一般的にコーパスに基づく語彙表を作るのはコーパスの構成する対象のテキストの分析が主な目的です。で、それはあくまで元のテキストの分析のためのデータとして使うので、興味の中心はそのテキストの特性、そのコーパスを調べるものとしてあくまで語彙表を使うといった感じですが、タイトルで言った教育語彙表というのは語彙表そのものが教育利用に、供されるでいいんだっけ教育利用に使用されることが目的で、教育利用という観点からさまざまな評価尺度がその語彙表の作成の際に考慮されて、元のテキストの特性からは離れるんですが、その語彙表そのものがその教育の目的に使用されるっていうことになります。例えば教育の利用目的ですが、ごぼうは社用のものと外国人学習者用のものをそれぞれ比較し、あ、それぞれ語彙表を作って、それを比較することで、それぞれの、使われている言葉の違いなどを調べるといったようなことや、商用または公用の使われ、あ、言葉の使われ方の違いっていうのを調べるといったことがあります。そして、その語彙、教育語彙表で使われに付与される情報などはこの、表層型や辞書型、まず表層型っていうのは、ギブ、ゲイブ、ギブンなどの、ギブの過去形や過去分詞などが、それぞれ、違う単語として認識されてそれぞれ見出し語となってしまうのが表層型で、辞書型ではそれがギブ、ゲイブ、ギブンなどは全部ギブとしてもうカウントされるようになるのが辞書型です。でまた他に情報としては品詞や頻度などを付け加えることもあります。で、そして教育的観点でそれらのことをまとめて意味や概念的にまとめたり、学習の難易度などによってまとめて比較したりすることがあります。そしてコーパスの語彙情報の抽出の方法ですが、大体この2つに分かれており、コーパス構想の構築の段階で綿密な計画を行い、バランスを十分に考慮した状態で、コーパスの作成をしたものの頻度をそのまま語彙表として採用する方法と、コーパスの頻度の情報を一つの参考データとして、それ以外にもある、指標を作ってそれを総合的に判断する方法があります。統計値としては頻度以外には、分布やその頻度と分布を合わせて、有用度指標というものを計算出することがあります。そして、先ほどコーパス構築の段階で綿密な設計を行うって言いましたが、コーパスの作成にはあて、コーパスは、その教育語彙表を構築する元となるそのコーパスのデータの収集の仕方っていうのがその作成に大きく関わってくるポイントになります。そしてその使用目、例えば使用目的によっては、標本抽出、均衡、代表性といった3つの概念を考慮してコーパスを作る必要があります。また、コーパスの抽出の際には、単語とは何かという問題がついてきます。コーパス言語学では単語単位認定の問題というのですが、英語の場合はニューヨークを一つの単語とするというのも、ニューヨークという単語が出た時にニューとヨークで分けてしまうと、ニューというとまた別の意味の新しいというニューの意味とニューヨークのニューが、一つになってしまうと意味としては違うものなのに同じニューとしてカウントされてしまうので、それは評価としては
合意表のまとまりとしてはちょっと見づらいものになるので、ニューヨークをどうやって一つにするかということや、ディニーズはイチゴとするのに対してシーズ、ゴンなどの、ディニーズはイチゴですがシーズだとシーズに分解するので、それでサンゴというふうに扱うといった、この違いの判断なども機械でどういうふうに行うことをどうやって行わせるかっていうのが問題になります。日本語の場合は単単位や超単位という、単単位というのが、形態層解析によって分割される最も最小の意味を持つ単位で分けるんですが、それ以外にも運動しているというのはもうそれで一つの語として扱って分割するみたいに、ある程度の複合語はもう一つとしてそれ以上分割せずに扱って、語彙表を作るという分け方も、使用目的によって変わってきます。そして、最後に語彙表の評価の仕方ですが、テキストカバー率を調査するといった方法があります。テキストカバー率っていうのは、ある語またはその語の集合がテキスト全体の延べ語数の全体の何パーを占めているかっていう、率です。で、また他にも既存の語彙表と比較することや、知見をもとに評価するっていう方法があります。知見をもとに評価するっていうのは、例えば、外国人が日本語を学んぶっときの教科書に用いられる語彙表などは、例えばその教科書を扱う人だから、学校の先生とかそういう人に実際にその頻度などを見てもらって、実際その高く出てきた単語は教科書などで多く使われているのかみたいなことを見てもらう形で評価してもらうといったものや、あとは既存の語彙表っていうのは、それに自分が作った語彙表にまた似ている、と似て近いもので、なんか同じような頻度が出ていたりとか、そういう特性を調べて比較して評価するというようなやり方があります。はい、で、なんで消えた？今回参考文献に使用した本はこの2冊です。ありがとうございました。